車両の方が普通に進んで一定に回る走行しているうちに小藤さんが帰ってまいりました。タイムの方が1分35秒020、1分35秒020ですね。早いですね。早いですね。井上選手とあんまり変わらないですね。大きなバイクでもちっちゃなバイクでも同じタイムが出せる、これがやっぱチッカーなのかもしれないですね。皆さんが大型で花火打ち上げてくれますか。どんなラインを通ってくれるんだ。そういった、これ本当の話したいんだ。大型でもやっぱりそのラインだ。なるほど。誰が取るんですか。この走りを見るとこれもいいタイム出そうですね。いいタイムが出そうな走りを、まあ、この黄色を回ってからのアクセルのババ開けポイントがなかなか楽しい。なるほど。さあ、それでは今スターティングに立っているのは前転11番内本貴也選手です。バイクは世界一美しいリアゼット 400SM ということで頑張ってほしいです。さあ、それでは4位の方よろしいでしょうか。はい、それではスタートします。3番でスタートしてきました。うっちタイムを出してくれ。走行しているうちに選手が帰ってきました。タイムが1分36秒767。